カフェアベニュー上田さん目だなぁ Yeah, 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 la, la エレガンセモンセイモン店まめまめる店なれなれる店カフェアベニュージャーンジャブジャブさあ、はじめロックスでございます。さあ、今回なんですけども、前回、前々回に引き続きましてですね、今宵もハノイロックスでございます。さあ、今日なんですけども、セルフディストラクションブルースですね、アルバム。さあ、前々回が、デビューアルバム白夜のバイオレンス、これ言いたいだけなんですけどね。で、前回が、オリエンタルビートセカンドアルバム。で、今回はバックトゥザミステリーシティにしようかなと思ったんですけど、セルフディストラクションブルース、バックトゥザミステリーシティは次回やります。はい。で、このアルバムなんですけど、まあ、また一応最初に言いますけど、ジャケットがまたもや違います。これはオリジナルアルバム。国内版でいうとこのオリエンタルビートのジャケットが使われています。こちらが正式に正しいジャケットなんですけど、ね、国内版は、日本独自のなんかジャケットが使われて、まあ、白いバッグにメンバーがこう写ってる写真なんですけども、それが国内版になっています。で、セルフディストラクションブルースっていうのは、まあオリジナルアルバムではない、ね、正式に言うと、うん、まあ、俗に言う、まあ、前も言ってましたけども、まあ、コンピレーションアルバムっていうのかな。まあ、結構初期の頃に出たシングルのシングルと、その、なんて言うんだろう、2曲目とかに収録されて、その B 面っていうの、カップリング曲っていうのかな。うん、まあ、そういう曲をまあ寄せ集めたというか、まあ、集めた。で、一つの作品になっているのがセルフディストラクションブルースっていう、この人の作品になっております。まあ、最初自分全然知らなくて普通のアルバムだと思ってましたけども、まあ、別にアルバムと思って聴いていただいても、まあ、何ら問題は、ないと思いますね。さあ、このアルバムなんですけど、これがまたね、いいんですよ。ハノイ節全開。結構個性派揃いですね。はい。これは、僕2枚に、ハノイロックスとしては、僕2番目に買ったアルバムです。最初が、ミリオンマイルズアウェイ。ミリオンアイル、ちょっと言えない。くなっちゃった。ミリオンマイルズアウェイ。ね、このベストを一番最初に買って、その後に、これ輸入版のセーフディストラクションブルース私買いました。で、ずっと聴いてたんですけど、まあ、当時ね、俺が高校出てすぐぐらいの時に買ったんで、まあ、ハノイはまあとっくに解散してましたけど、その当時もう30年近く前だけども、その当時でさえね、ハノイよく最初来た時、なんか古臭い音楽だなとか、なんかチャッチーなとか思いながら聴いてたんですけども、まあ、今は全然印象違うんですよ。まあ、当時はそんな風に感じたかな。でも、カフェアベニューが大好きで、このアルバムはね、結構飛ばした曲が多いんですけど、ラブザインジェクションとカフェアベニューと、あと、俺が聞いたのは、あと、デッドバイクリスマス、ナッシングニュー、デスペラード、この辺よく聞いてたな、うん、あとは比較的結構飛ばしちゃってたのもあったりするんだけども、まあ曲は全部知ってるんで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 曲ですね。じゃあまたこれも振り返ってみましょうかね。これもね、また放題ついちゃってんですよ。はい、まずついちゃってんですよっていうかね、まあ、つけてもいいんですけど、1曲目の、Love is an Injection、まあ、このままでいいんじゃねえかと思ったんですけど、放題がどうやらね、愛はインジェクションっていうふうにね、ついてますね。はい。
ただラブを愛に直しただけっていうね、そこ別に直さなくて普通にラブで、もう別に愛ってそこだけ直さなくてもまあいいんじゃないかなってちょっと思っちゃったけどね。まあ分かりやすくしたかったんですかね。はい、あとはね、カフェアベニューなんですけど、これも放題が一応ありますね。カフェアベニューの思い出ね。なんかロックっぽくないっすよね。なんかね、ずっとあの放題を見直して見てますけど、ロックっていうよりなんか歌謡曲っぽいっすよね。歌謡曲とかなんかアイドルとかそういうなんか感じですよね。はい、まあいいんですけどね。はい、あとはこれ初めて知ったんですけど、ウィスパーズ・イン・ザ・ダークっていう曲あるんですけど、忘れえぬささやきって書いてますね。これ初めてちょっと知ったんですけど、忘れえぬささやきって、まあいいですよね。忘れえぬっていうね、この言い回し、忘れえぬささやき。わからなくはない。言いたいことはね、なんとなくわかる。言わんとしてることは。これはでもね、いいと思います、私は。で、あとは、デスペラード。奴らは無法。無法者。ね。こう、いろいろついてるわけですね。はい。私も、これも知らなかったですけども。さあ、そんなわけでですね、まずね、1曲目のライブ・ザ・インジェクションね。これは昔っていうか前に、あのロックの動画撮った時に、まあ、好きな曲ベスト5ってやったんですけど、まあ、そのうちの1曲に入ってます。大好きな曲ですね。Get ready, get closer, so distant, lemonade, I ran into this, do 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 then, love, love is a gesture, yeah, love's out, love is a gesture, yeah, yeah, love's out. さあ、2曲目が I want you。 はい、この曲は私好きです。この曲聞いた時、初めて聞いた時、ワンナイトスタンドと思いっきりかぶりましたね、ジギーのね。あてのない旅さ、ダイスをぶら下げて、景色が入れ替わるだけさってね、まあジギーの有名な曲してワンナイトスタンドね。あれもちろんねね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 ねI want to ね、すごいいい曲ですね。さあ、そして、カフェアベニューですね。これね、なんかあの紅茶の美味しい喫茶店みたいな、似てないですか、なんか。いや多分似て、いや俺の中でもこう被ってるんですよ、目視。なんかあのこのなんていうんだっけな、この曲、あの柏原芳恵さんが歌ってた紅茶の美味しい喫茶店、あ、ハローグッバイ、白いお皿にグッバイバイバイみたいな。で、なんかハロ、なんかね、そのイントロが に被るんですよ、すげえ自分の中で。これ流れるとデンテンテンデ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 ン、紅茶の美味しいみたいになっちゃうんですよ。あの紅茶の美味しい喫茶店で、まあ、紅茶とが出てくるんじゃないですか、こっちの曲には。でこっちカフェアベニューですか、こっちコーヒーなんですけどカフェだから、まあ、そこもちょっとリンクしちゃってるのかなっていう感じですかね。はい、皆さんどうでしょうかね、かぶらないですか、かぶらないですかね。はい、ということで、まあ、どうでもいい話なんですけど、カフェアベニュー、これ結構あの、再結成した後の
ライブとかで結構やってましたよね、カフェアベニューも定番っていうか定番曲として最後の方はずっと歌ってましたよね。はい、で、その後はナッシングにね、ナッシングにゅーてーねーねーてーねーねー、ナッシングにゅーね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 ー、で、キルシティキル、キルシティキュー、キーにてーねーねー、キルシティキュー、エンにしてー、さあ、その後にね、6曲目の、セーフディセクションブルース、この、まあタイトルトラックですけど、これ要注目ですね。この曲なんですけど、なんかハノイの曲とちょっと違いますよね。あのこうポップで曲キャッチーで、メランコリック、メランコリックっていうんでしょうかね。なんか昔そんなようなこと誰か言ったと思うんですけど、まあ、そういうのとまた違って、やっぱセルフディストラクションブルースってだけブルースっぽいですよね。まあ、ちょっとハノイのとは、普段のハノイとはちょっと曲調が違う、曲で、またこれ味があっていいですよね、セーフティセクションブルースね。はい、マイケル・モンローも確かソロになってからこれセルフカバーしてたと思うんですよね。はい、で次はビア&シガレットね、これちょっと歌、これどういう歌だっけ、これ、はい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 。トゥルル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 あれみたいな、新しいコラミスカーみたいな。テレレレレレトゥルルルルルルイエッセン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 、あれこの、そうだね。アレッチュエネッシーエレッチュエネッシーエネッシーエネッシートゥルルルルいいっす、このなんつうんですか、このこうちょっとこのこういいっすね、もう独特なんですよね、本当にこのメロディーっていうか、はい、独特すぎてこう、そう、まあまああとで言うわ。で次からまあタクシードライバーね、まあ言わずとしたまあハナロックスの超名曲なんですけど、前も言いましたけども、あんま正直ねちょピンとこないですよね、タクシードライバー私。いいかって聞かれたら、いや、そう、みたいな、タクシードライバー。なんかこう、刺さんないっていうか、多分日本人の人って、タクシードライバー好みじゃないと思います、正直言って。なんか日本人好みのメロディーじゃないですよね、タクシードライバーって。外国ではすごい、人気ありますけど、なんだろう、なんかピンとこないんですよね。ただまだ、自分が浅いんでしょうね、まだね。まだまだ、そこまでまだ行き着いてないっていうのもあると思うんですけど、まあ、言わずと知れた、名曲中の名曲、タクシードライバーね。その後は、デスプラード。これどう？トゥットトゥルー。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥジャン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 ニャンニャンジャンニャンニャン、これもまたねいいよね。みんなでも初期ですよね、ハノイのね。で、プログラムチャイルド、プログラムチャイルドっていうとどっちかとね ACDC 出てきちゃうね。 I'm a promise childI'm a promise child、 まあ、ハノイのもいいっすよね。イヤッホートゥルチェア promise child promise child、
ブランチェーン、まあ、いいや。そしてラストを語るのが Dead by Christmas。 Dead by Christmas、 この曲がね、すっげえいいんすよ。大好き。もうね、切ないの。テンテレーネンテンノーローダーになっちゃう。それじゃなくて、あ、デンバクリスマスデテンステネデン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 デ
な曲が多い。よく言うじゃないですか、メランコリーとか、メランコリックな感じとか。で、まあ正直意味全然分かんなくて、まあよくってもそういう言葉出てきますよね、世の中でね。で、ちょっと調べたんですけど、メランコリックってな、メランコリー、メランコリックって何なのかなって調べたんですけど、こういうふうに書いてあるんですね。メランコリックっていうのは、憂鬱な様。だからもう、こう、でテンションが高くないんですよ、要は。どっちかって憂鬱。もう気分がこう、気分が乗らないっていうか、みたいな。決してこう、楽しい気持ちではない状況。まあ、言ったら憂鬱とか、塞ぎ込んでいる様。みたいなのは、まあ、メランコリックっていうらしいんですよ。で、メランコリーっていうと、メランコリック、そう、だから、憂鬱っていう意味なんで、決してまあ、まあ、世の中的にはあんまりいい言葉ではないのかもしれないですけども、まあ、ハナロックスにこのメランコリックっていうのを当てはめると、非常になんかこれ、ね、マッチするんですよ。例えばこのメランコリックのメランコリーの使い方の例なんですけど、例えば、空を見てね、外を見て、外がどんより曇ってると、気分的にもメランコリックな気分になるっていうね。だからなんか、外もなんか曇ってて、なんかな、なんかいまいち乗り気しねえな、みたいなのがメランコリックっていうらしいんですけど、まさしくね、そういう感じなんですよ、本当に。なんか特にカフェアベニューとか、もう、まあ、他の歌もそうですけど、なんかね、こう聴いてて、ハナロックスでね、こう、楽しい曲もちろんありますよ。例えば、マリンビーチとかは、すごいテンション高いアップテンポな曲で、わーってなるんだけど、どっちかというと、こう、そのメランコリックな、聴いててなんか、あーっていう、こう、聴いててなんか、すげえいいんですよ。最高にかっこよくて好きなんですけど、そういう気分になるというか、そういう気、そんな感じに なるんですよね。そこがね、なんかでもいいんです。すっげえいいんですよ。他のバンドではないんですよ、この感覚。本当に。こう、なんともね、こう、切ない気持ちになって、切ないっていうか。だからね、まあ、演歌にも通じるところがあると思う。だから、本当に。演歌っぽい曲あるじゃないですか、ハナロックスってすげえ。あともう、昭和歌謡曲、ムード歌謡みたいな。なんか、前川清とクールファイブみたいな。そんなようなとか、あともう、ド演歌。もう、年忘れ日本の歌に、オープニングナンバーを飾る、ミリオンマイズアウェイみたいなさ。なんか、そういう、なんかだから、日本人好みなんでしょうね。その辺も。歌謡曲っぽさがあるんですよ、すごい。っていうふうに私は感じるんですね。これがまたハナロックスの魅力であり、やっぱアンディ・マッコイですよね。彼のセンスがやっぱり尋常じゃないんで、あとそのフィンランドっていう国柄っていうのもあるのかもしれないし、本当に独特で、まあ、切ないとか哀愁が漂うとか、まあ、そういう言葉が本当に合ってますよね。はい、特にこのセルフディストラクションブルースは、ハナロックス初期の曲が多分多いと思うので、本当独特の雰囲気をまとった一枚になってますね。さあ、というわけで今回は、ハナロックスディストラクションブルース、セルフディストラクションブルースを、ご紹介しました。これを聞いてですね、皆さんもぜひ、メランコリックな、気分になってみてはいかがでしょうかということでね。
決してメランコリーな気分になりますけど、別に心が沈むわけじゃないので、あのヨックスの場合は、あのもうなんかね、もうハマッとハマる、マジでハマる、ハノイの世界でこっち来いよみたいなね、感じで聞いていただければと思いますので、はい、というわけで、また次回お会いしましょう。さよなら。Dance for Christmas, anyway, and let them meet my friend.